クマはよう来た。動くのがよかろう。来ておる来ておる。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。おう、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん、落ち着くんじゃユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞえ。どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、タクマ先生がやるみたいに音を出したの。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。その足が欲しいわ。速くて強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう、なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。偽物だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無視でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんだ。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限の時に。言ったでしょ、仲間だぞ。お侍さん、とってもいい人だから。悪魔も獣じゃ。お母さんみたいに。ん？なんでもない。それより、お侍さんを助けないと。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。アイコ殿とハヤト殿は近くにおられるか。いないよ、大将を追ってる。わあ、私、昇る様への伝言があったのに。もう見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なれば、その責任を負うは拙者の使命。さあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。では、生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう、解放いたそう。反逆者を討ち、話をしてみましょう。小刀さん、聞こえろ。意地悪な雲じゃな。ネズミの歯。磯が待っておる。雨ごときで我々を阻むことはできる。注意して、早く。ああ、もちろん。もうすぐじゃ。手元。危険ね。鳥の声。やったぞい。中距離、足が抜こう。まずいわね。足がない。困難が待ち受けておらせておこう。直ちに命を探しましょう。素早く。ありがとうございます。しておるよ。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。解放させよう。では言う通りに動いてくれぬだろうか。ついていきます。あなた、あのお方たちが追い払ってくれたのよ。これほどのご親切に、なんとお礼を言ったらいいのか。戻りました。どうやら。待て、何かおかしいぞ。みんな道を塞げ。かの者はすでに共にいる。
落ち合ってここから逃げましょうぞ。